皆さんこんにちは、しほです。今日はダイソー購入品をご紹介します。今回もいつもの通りなんですが、活用法や実際に使っているシーンをお見せしながら詳しくご紹介できたらいいなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで早速ご紹介していきます。今回ね、クリスマスだったりお正月グッズも結構店頭に並んでいたので、そちらを少し購入してきました。まずはね、そちらからご紹介していきます。一つ目がこちらです。テーブルペーパーです。ヴィンテージ調のね、ちょサンタクロースとトナカイが描かれているものになります。今年は25日に家族でクリスマスパーティーをやる予定なので、その時に使おうかなと思って買ってきました。キラキラオーナメントツリートップです。このね、シルバーの星ですね。今うちのツリーがてっぺんがない状態だったので、欲しいなと思って買っておいたものになります。それからですね、お正月グッズも結構揃っていました。こちらの小さい門松をね、一つ買ったのと、こちらは200円商品なんですが、来年の干支が虎ということで、干支の置物も買っておきました。これとこれをね、ちょっとお正月になったら玄関に飾ろうと思うのと、玄関飾りも結構100均に売ってたんですけど、ちょっと別のとこで買おうかなと思っているので、玄関飾りはやめておきました。続いてリピ品紹介していきます。まずはこちらです。つまめる洗面台のゴミガードです。これはね、毎回リピしているのと、だいぶ今減ってきていたので、こちらをね追加していつもの収納場所に置いておきたいなと思っています。ダイソーにはつまみ付きのものが売ってたので、こちらにしてみました。絡まないゴムも切れてたので買っておきました。私は100均のセリアで買った瓶にね、こういう髪の毛グッズとかをね入れて可愛く収納しています。 SD カードケース、こちらがマイクロ SD が6枚分と SD が4枚分のカードがね同時に収納できるもので、私今も使っていてね、これ全部埋まっちゃっているので、で置いたものになります。引っ掛けられるバススポンジです。これは今も使っていて、これをね引っ掛けているんですけど、結構こうクタクタになってきていたので、新しいものを買っておきました。スライダーバッグ、トラベル用 A5 サイズ8枚入りのものになります。こんな感じで白と黒のスライダーバッグになっているもので、まあ旅行の時にメインに使うものではあると思うんですけど、私はこれにね哺乳瓶入れようかなと思って買いました。外に出る時とか哺乳瓶とか、あとガーゼとか、そういうのを入れておきたいなと思います。まあニトリのこういうプチプチプチって止めるものを使ってるんですけど、こっちの方がなんかスムーズかなと思ったのと、物自体が結構この方がしっかりしているので繰り返し使えていいなと思ったので、追加で買っておいたものになります。これいつもチェリアで買ってたんですけど、ダイソーにも売ってたので購入しました。こちらがとにかく洗いやすい保存容器のご飯一膳用の2個パックのものになります。ちょうどね一膳用だし、食べきれる量でこれに保存できるので、かなりね重宝していて、うちにもう3個ぐらいあるかな。冷凍庫に必ず冷凍ご飯入れているので、それ用に買っておいたものになります。こちらです。これがかなり大きくて、これに私今回の100均の購入品入れてきたんですが、こちらがですね、ポリプロピレンダストバッグです。お値段は200円するんですが、こんな感じのかなり大きめサイズのものになっています。サイズが 60×40×35cm の結構マチもしっかりあるタイプのバッグになります。でこれがダストバッグっていう名前なんですが、ここに燃えるゴミ缶ペットボトルっていう感じで、中がね
3つに仕切られているゴミ袋で、東京の時はねマンションで捨てれたんですけど、今は1ヶ月に1回とかしか回収がなくて、ペットボトルとかはね捨てる日がないので、いつもスーパーとかに捨てに行ってるんですけど、その時用にめっちゃ使えそうと思って買いました。おまけに中が仕切れるので、この仕切ってそのままポイって捨てれるし、かなり有能だし便利だなと思って買ってみたものになります。ちなみに上の部分はマジックテープがついているので、しっかりねこうキュッと止められるところもかなりいいポイントじゃないかなと思っています。これさすごい買ってよかったし、活用するのがすごく楽しみです。続いてはこちらの収納アイテムをご紹介していきたいなと思います。リピート品もあるんですけど、ちょっとね初めて見つけていいかもって思ったものもあったので、そちらをご紹介していきます。開け閉めいらずの整理ボックスになります。こういう細長いものですね。私はこれに割り箸入れたりとか、あとは、ゴミ袋とかね、小さいこういうスライダーバッグとかネットとかを入れれるものになります。これは今おむつ用のゴミ箱用のゴミ袋があるんですけど、それを収納したいなと思って購入しました。でまたどっかで使うかもしれないと思ったので、一応ね2個買っておいたのと、これ白が今まであったと思うんですが、透明もね販売があったので、透明だと結構中身も見えるし、そういう面ではいいのかなと思いました。シートケース、取り出し口が大きいインテリアに馴染むデザインです。こういったシンプルなデザインのものですね。ウェットティッシュをこの中にちょっと収納しようかなと思って購入したものになります。すごくシンプルなデザインで良さそうです。バックインバッグを購入しました。かなり小さいのと、本当はねフェルトのものでインスタで見たんですけど、それが欲しかったんですけどなくて、とりあえずこちらにしました。お散歩とかちょっとそこまでの時はこの以前グッズで販売したトートバッグをよく使うので、このバッグの中を仕切りたいなと思ってこちらを買ってみました。で今こんな感じでかなり薄いんですが、横にこうやってボタンがあるので、このこう広げて持ちを広くしてこんな感じで使おうかなと思います。横には余裕ができるので、ここにねペットボトルだったりは入れようかなと思っています。こちらも迷子にならない靴下整理カップです。これ結構話題になってていろいろ見てたんですけど、実際どうかなと思って S サイズと M サイズをそれぞれ一つずつ購入してみました。靴下入れてもいいし、あとはコスメ収納に使おうかなってちょっと私は思っていて、ちょっと実際にまた使ってみるのが楽しみな商品です。はい、こちらこの靴下ケース M サイズ3つなんですが、私はねコスメ収納に使ったんですが、マスカラ、ここがカラーマスカラ、そしてここがペンシルっていう感じです。ここコスメ収納でコスメ入れているんですけど、この中のこの幅がちょうどこれぴったりだったので、こんな感じで、これで中をこれから仕切って収納をね作り変えようかなと思いました。 S サイズのこれにはねちょっととりあえずこの眉ペンシルとかを入れてるんですけど、これもここに置きたいと思います。ちなみにこの S サイズも M サイズも高さは一緒です。こちら S サイズの3つを重ねました。これもコスメ収納に使おうと思っています。こんな感じでちょうどぴったり、高さもぴったり入ります。キッチンレトルトスタンド、レトルトやカレー箱にぴったりサイズというアイテムになります。でね、これねレトルトスタンドじゃなくてもう一つねあったんですよね。それが見当たらなくて、とりあえずこちらを2つ買ったんですけど、食料とかのねストックの収納のところにこれは使いたいなと思います。こんな風になっていて、後ろに粘着テープがついているので、ケースの横にこうやって貼り付けて、こうやってね使ってもいいし、ここ下に置いてここにこう立てて入れていくっていう感じでもどちらでも使えるみたいです。
機スペースを有効活用、2段収納、収納力アップのアイテムになります。これはね、冷蔵庫とかに使ってるんですけど、冷蔵庫以外とかにも使えそうだなと思って買ってみました。はい、両サイドをこうつけてこんな感じで使えるので、下に物を入れて上にも物を入れれるから、空間のね、無駄遣いをしなくてめちゃくちゃ良さそうです。結構 SNS で話題になっていた味付け卵メーカーというものです。じゃん、こんな風になっていて、卵がここにすっぽり入るアイテムになっています。はい、で中もこんな風になってる。卵全体が均等に味が染み渡るから、私いつも味付け卵ジップロックとかタッパーとかでやってたんですけど、ひっくり返す必要がないのでめちゃくちゃ良さそうだと思って買ってみました。でこちらの卓上カレンダーもね、2022年のもの買っておきました。これなんと2つで100円だったので、夫と私で使えばいいなと思って買いました。今年はね、無印のものを使ってたんですけど、100均に行ったらね、ちょうどいいサイズのものがあったので、こちらを使おうと思います。ポチ袋をお年玉用に買っておきました。ノートパソコンスタンド、なんかね、ノートパソコンのスタンド、前キャンドゥーかなんかで買った丸いものがあるんですけど、それもいいけど、これはね、パソコンに直接こう貼り付けられるものみたいで、そっちの方がいいかなと思って試しに買ってみました。こんな感じになってるので、これでこうこうしてこんな感じで立てれるものになっています。シールもセットになっていたので、こちらも貼り付けて使ってみようと思います。耐水性粘着フック、クリアの2個のセットのもので、こちらは耐荷重約2キロあります。こちらはこんな感じで、ここペロッと取れるので、これを追いフック系はなんかセリアよりなんとなくダイソーの方がしっかりしてそうだったので、今回もダイソーで買ったものになります。インテリア系になるんですけど、ダイソーインテリアやばかったです。めっちゃ可愛いのがたくさんあって、そうびっくりしちゃったんですけど、とりあえずあんまり買ってもなと思ったので、今回はこの3つを購入しました。 LED ガラスライトを購入して、こちらが茶色とクリアの2色あるみたいなんですけど、クリアの方を私は買ってみました。はい、こんな感じです。下がね、木になってますね。ここが木製になってて、裏にこんな風に、あ、電池買い忘れた、あったかな、電池別売りだけど、うちにこのサイズあったような気がするので、後で入れて光らせてみたいなと思います。こちらのガラス花瓶と、こちらのディフューザー用スティックのシルバーカラーのものです。こちらのディフューザーのスティックもめちゃくちゃカラー展開たくさんあったので、それぞれ皆さんのお家の雰囲気に合わせて使いやすいと思います。で、長さは25センチありますね。はい、こちらの花瓶とディフューザーのスティックを使っていきます。ディフューザーで使っているのはこちら、インテリアフレグランスオイルのグリーンっていうものです。もうあんまりないんですけど、こちらを使っていて、こちらにこれを入れます。それからですね、ちょっとテンションが上がってしまった商品で、それがちょっとね、もうね、開けちゃったものがあるんですけど、じゃじゃーん、こちらのスタイとカシャカシャハンカチとエヴァエプロンです。そう、このしましまぐるぐるっていう絵本のシリーズのアイテムがたくさん並んでいて、私この本ね、持っていて、このしましまぐるぐるっていうやつと、この柏原明夫さんって人の
絵本で、赤赤黒黒とブンブン黄色っていう本が他にもあって、これを持っていたので、えこれじゃんと思って買っちゃいました。でね、このシリーズすごいこうカラフルで、赤ちゃんでもこうはっきりした色だと見えるっていうのがあって、これのね本を買って読んだりしてるんですけど、これのプレイジムも販売してたり、あといろんなおもちゃとかも売っていて、それもあの今年のクリスマスにプレイジムね、このくるしましまぐるぐるシリーズのものをあの購入してあるので、子供にね使っプレゼントするのがすごく楽しみにしてるんですが、はい、この私の好きな本のシリーズがあったので買ってしまいました。他にもねこういうねカラフルな絵本何個かあるんですけど、その中のしましまぐるぐるっていうもののこのカシャカシャハンカチで、これがよく子供のおもちゃとかであると思うんですよ。こうやってカシャカシュッとやるとね音が鳴るハンカチのものですね。こういう本とかも売ってますよね。このしましまっていう猫ちゃん、それからぐるぐるっていうハムちゃん、それからしましまのカエルさん、それからこのしましまのこれ何なんだろうね、お化けがあったのでこれを買いました。この端にこういう紐があったので、本当はうまくこうかけるフック欲しかったんですけど、なんか見当たらなかったので、とりあえず猫ちゃんのケーブルタイもセットで買っておきました。でこれで束ねてベビーカーにこうつけておけばこう遊べるかなと思ったのと、まあまだそんなこんな握ったりとかはできないけど、こうやってかけておけば目に入って見てくれるかなと思ったので買ってみたものになります。なのでこれとこれはちょっとセットで買ったんですけど、なんかねうまくかけるこう輪っかみたいのが売ってるとは思うんですけど、ちょっと見当たらなかったので、またそれもね探したいなと思っています。タイは3種類あって、私はこの青のしましまっていうのと緑のしましま、これはワンちゃんがクマ乗ってるものなんですけど、あともう一個ピンクがあって、ピンクの絵柄が可愛かったんですが、ちょっと一応男の子なので一応この2つの柄にしておきました。裏面がね撥水タイプになっているものなので、それもいいなと思って購入したものになります。ちなみにこちらのスタイは1個200円でした。とっても可愛くて気に入ってます。まだうちの子は使うのが相当先にはなるんですけど、こちらのエバエプロンですね、あのお食事の時とかに使えるエプロンになります。これもねカラーが結構あったんですが、我が家男の子なので一応この青色にしておきました。こういうポッケが、食べこぼした時のポッケがついてるもの、とりあえず可愛くてついつい買ってしまったものになりますね。はい、ここはマジックテープになっています。まだちょっと使うのは先になるし、このタイプって果たしていいのかちょっとまだ使ってもないので何も言えないんですけど、ついつい可愛くて買ってしまったシリーズになります。すごいカラフルだし、赤ちゃんもね注目して見てくれるから、すごくこのしましまぐるぐるシリーズは気に入っていますし、めっちゃね私がテンション上がっちゃった商品でした。はい、ということで今回は久しぶりのダイソー購入品、100均の購入品でした。過去にもたくさん100均の動画出していますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。皆さんのおすすめ100均グッズや今年ね買ってよかった100均グッズなんかあったらぜひ教えてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。